ングさん、こんばんは。こんばんは。私事ですが、うん、おっぱいのカップが一つ上がりました。お、やばいぞ。もともと小さいおっぱいなのですが、激凛に触れるんじゃないよ。めちゃめちゃホットな出来事です。詳しく聞こう。うわ、怖い怖い怖い。ミカコシ姉さんが怖いぞ。しーちゃんさん。もしもし、もしもし、あ、しーちゃんさんですか。はい。やばいやば、おこだぞ。こんばんは。こんばんは。小松ミカコと、あ、江口拓也です。あ、こんばんは。こんばんは。あ、まずこの、あの話題に入る前に聞かせてほしいことがあるんだけど、はい、今どんな格好して電話したの。パジャマの、パジャマのパーカーワンピース着てます。ホット。ホット。ちなみに、ちなみに、はい、あのパジャマとか着るときって下着ってつけるんですか。姉さん、姉さん聞きりましたね。え、一応つけてます。ホット、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 ホット。すっげー変だし。え、ちょっとあの詳しくお伺いしたいんですけど、はい、あ、そんなことはどうでもいいと。あのなんで、はい、何が原因で、あの上がったんですか。姉さん逆に聞きたい方なんだね。はい、はい、前のめりでね。ええ、そうなんだね。マッサージ。え、ちょっと待って、マッサージを、はい、マッサージするの。どうやって、調べて、いろいろ調べて、お風呂上がりとか、お風呂とかの、マッサージを。恥ずかしながら言う感じがまたたまらないね。なんかね、ほっと、ね、本当にね。それで本当に、ちょっとなんですけど、だんだん変わってきたので、はい。毎日そうですね、できるだけ、できるだけ毎日。はい。どれぐらい時間は。詳しく聞きすぎでしょ。そうですね、お風呂に入りながらなので、そんなに長くはないですけど、上がってからの方が私は長く。なるほど。ちなみに、はい、あのしーちゃんさんはおいくつですか。23です。いける。いや、いけ、もういけないんじゃない。いける。みかこ姉さんはいけないんじゃない。みかこ氏は中学から変わってないから。大丈夫だから。いける。いけるかな、どうかな。大丈夫だと思います。ちなみにしーちゃんさんは。まだ聞くんかい。しーちゃんさんは小さい頃からこう、うん、なんていうんですか、お風呂に入ってから、うん、パジャマに着替えるじゃないですか、うん、で寝るときとかって下着をつけてるタイプですか。はい。あ、つけてる。あの、これ私の統計なんですけど。どうした。つけてると育たないんです。え、嘘。寝るときとかに。本当に。そう、ね、そうだよね。なんか形が良くなるみたいな話は聞きますけれども。だけどやっぱり大きい子にみんな聞いたら、はい、家帰った瞬間シュン、ノーブラなの。ノーブラ。ノーブラヤッホーなの。ノーブラヤッホー。ノーブラだよそれ。あ、そっかそっか。ノーブラヤッホーは僕の気持ちか。そっか、ごめんね。そうそう、なんか僕の気持ち言っちゃったね。そうそう、ごめんね。本当にごめん。僕の気持ちだった、それは。ごめんなさいね。だから最近は、うん、最近はブラじゃなくて、はい、あのブラトップにシフトしたんですよ。え、ブラトップ。うん、ブラトップってどういうこと。私もブラトップです。あ、本当。あ、はい、しーちゃんさんブラトップなの。ブラトップ。そうです。なんかこう恥ずかしがりな、うん、普通のブラってこう結構締め付けて、はい、キュッてこうやるんですけど。そうなんだ。そうだけど、ブラトップは、うん、まあ、ちょっとゆったりするんですよ。ああ、そうなんだ。でカップついてるから、外に響かないけどちゃんとこう守ってるっていう。へえ、はい。しーちゃんさんもいい感じですか、うん、ブラトップは。そうですね。え、ブラトップは、ブラトップはサイズいくつですか。大丈夫、私、うん、でも本当適当に、うん、あれなんです、ユニクロとかのつけちゃってるので、うん、そうだね、そうだね、なるほど、サイズ L とか M とかか、はい、じゃあ、そうそうそう、 SML なんですよ。へえ、と M です。あ、 M までいった。あ、察し。M までいった。いや、 M だと私ちょっとね、あれなんだよね。それ以上はいいから。それ以上は身を削らなくていいから。なるほどね。マッサージね。マッサージね。はい、毎日。え、ちなみにどれぐらいの期間で大きくなったの。まだ聞くんかい。まだ聞くんかい。毎日やり続けてどれぐらいで上がったの。そうですね、どれぐらいですかね、3、4ヶ月。3、4ヶ月か。3、4ヶ月
とかですかね。なるほど。毎日ですよ毎日。アニメワンクールですね。ワンクールおっぱいを揉み続ける。3、4ヶ月毎日。メモをするな。毎日。メモをするな三日越し。毎日お風呂上がり、お風呂上がり。結構しっかり。あ、ありがとうございましたね。しーちゃんさんね、あの三日越しはあのメモ取るのに忙しいからね。ということで、あのホットな話題ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとう。頑張るねしーちゃんさん。はい、頑張ってください。私に希望をありがとう。はい。それじゃあおやすまなーい。おやすまなーい。おやすまなーい。やばい。三日越が遠い目です。すげえ遠い目してる。大丈夫ですか？聞いた。いやいや本当ですか、やっぱマッサージですか。いやいやいや分からない、まあ人によるのかもしれないですけどね、うん、まあ希望の光は、うん、希望の光は出てきたんじゃないかなと照らされました今。あ、もう一方いきましょうかね。よっしゃ、3ヶ月頑張ろう。ラジオネーム朝ぽよさんからいただきました。ありがとうございます。7日の深夜に、うん、長年お付き合いしていた方に、うん、振られたばかりなので、三日越と江口さんに元気づけてほしいです。へ、うん、7日の深夜っていうと、え、日付もう一昨日だ。もしもし、もしもし、もしもし、朝ぽよさんですか。そうです。あ、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ま、あの本題に入る前に聞きたいんですけど、うんうん、あ、そうだ、はい、大事。朝ぽよさん今どんな格好して電話してるんですか。今ですか。はい。え、パーカー。パーカー。し、下、下はに、下はスウェットです。パーカーにスウェット、いいですね。ちなみに、うん、あの下着はつけてますか。つけてないです。ほっとほっ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 ほら、やっぱりね、やっぱそうなんですって。やっぱそうなんだよ。え、つけない女子って多いの。つけないんだよ普通。寝るときとかは、お風呂上がってパジャマのときは。そうなんだ。うん、あ、じゃあ今朝ぽよさんはノーブラで電話してるってことか。そうです。やっほー、ごちそうさまです。